ハレー彗星、ハレー彗星、ハレー彗星、HP、ハレー、ハリー彗星ともは、約76年周期で地球に接近する、短周期彗星である。後天周期は75.3年。多くの周期彗星の中で最初に知られた彗星であり、古来多くの文献に記録されている。前回は1986年2月に回帰し、次回は2061年夏に出現すると、 考えられている。ハレー彗星の核は約 8km、8km、1 6トルの大きさで、ジャガイモのような不定型をしている。核の密度は0.1から 0.25g、センチメートルと推定されている。核の表面は非常に暗い色をしており、アルベドは約0.04と非常に小さい。探査機ジオットによる調査では、彗星核表面には、 炭素が多く存在することが明らかになっている。核から放出された物質の組成、体積比は水、氷が80%、一酸化炭素が10%、メタンとアンモニアの混合物が2.5%などとなっており、他に炭化水素や鉄、ナトリウムなどが微量に含まれる。マ、ま、タシアンガスもわずかに含まれている。破レ水星から放出された物質は、 5月の水亀座イータ流星群及び10月のオリオン座流星群の流星物質となっていると考えられている。ハレー彗星は周期約76年の大円軌道を持ち、演実点は海洋星軌道の外側に達する。また軌道傾斜角が約162度で逆光軌道となっている。ハレー彗星は周期彗星であることが初めて明らかになった。 水星である。というのは、ハレー水星ほど大きく明るい水星で、人間の寿命とほぼ同程度の短さの回転周期を持つ水星は他にないからであ。この事実を発見したのは、イギリスの天文学者、エドモンド・ハレーである。彼は24個の水星の軌道を計算した結果、1682年に出現した水星の観測的性質が1531年に、 ドイツのペトルス・アピアヌスが観測した水星及び1607年にプラハのヨハネス・ケプラーが観測した水星とほとんど同じだと気づいた。このことから彼はこれら3つの水星は実際には同一の天体が76年ごとに回帰したのだと結論付けた実際の出現周期は惑星の節動によって水星の軌道が絶えず変化するため数年の幅で変動する。 ハレーはこの彗星が惑星から受ける雪道を概算して、次は1757年に再び出現すると予言し、この研究を1705年に発表した。その後1758年12月25日にドイツのアマチュア天文家、ヨハンゲオルク・パリッチュがこの彗星を発見し、ハレーの予言が証明された。 実際の水星の近日点通過は1759年3月13日にずれ込んだが、これは木星と土星の接動によって、水星の回帰が約618日遅れたためで、このことは出現の前に、フランスの3人の数学者、アレクシス・クレロー、ジェローム・ラランド、ニコル・イコール・レーヌ・ルポートらが計算していた。ハレー自身は、 この回帰を見ることなく1742年に没していたが、ハレーの功績を記念して、この彗星にハレーの名が付けられた。ハレーの軌道計算法によって、ハレー彗星の過去の出現を歴史上の記録の中に見つけることが可能となった。軌道計算による過去と未来のハレー彗星の近日点通過日は以下の通りである。通常、近日点通過の前後数ヶ月間は、 肉眼で水星を見ることができる。また、古文書などから判明している、ハレー水星の出現記録も復帰した。1835年11月16日の、ハレー水星は、初めて大々的に近代的な観測が行われた。検出は8月5日、ローマ大学天文台のダモアシェルにより行われた。オット・ローゼンベルガーによる、計算の近日点の誤差はプラス5かであった。 まだ写真が発明されておらずすべての観測は肉眼によった。エストニアのタルトゥ天文台のウィルヘルム・シュトルーベが 22.5cm くせつ望遠鏡で、ウィーンのリトローが 15cm くせつ望遠鏡で観測した。南アフリカにいたジョン・ハーシェルも長期のスケッチ記録を残し、1835年10月2日、その日は、 午が初めて見えた日だった核は暗く小さかったが、突然その明るさを増し、その前方を、つまり太陽の方向へジェット、光の筋を投げ出したと書いている。同じ頃スケッチしていたドイツのフリードリヒビルヘルム・ベッセルやハインリッシュ・ワーベのスケッチにも同様の模様が記録されている。1836年5月まで追跡された。日本では新州水星法に 中国や朝鮮でも記録がある。1910年4月20日のハレー彗星は比較的地球に接近したものだった。初めて写真撮影がされたが、当時は写真撮影は未だ一般的なものでなく、アマチュアは肉眼によるスケッチを行った。1909年9月11日、マックス・ボルフが 計2スツール天文台の 72CMF3.9 望遠鏡にて写真撮影で検出し、1909年9月15日にヤーキス天文台で実施観測された。コーエルトアンドリュー・クロン・メリンが出した予報の近日点通過誤差はプラス3.03日であった。発見当時の高度は約16等だったがその後明るくなり、 翌1910年2月に8等級、3月に7等級となり、4月に2等級となり、8度ほどの尾を見せた。5月11日には、最も明るく、0.6等となり、尾は、さらに長くなり、5月14日に58度、16日に70度、19日に105度、21日には120度となった。夜明け頃に観測されていたのが、21日以後は、 夕方正方に現れ、高度、尾の長さともに次第に減時、7月に7等、尾の長さ2度となり、翌年1月に13等級、4月に15等級となり、1911年7月11日の写真に現れたのを最後に見えなくなった。この時、太陽からの距離は約8億3000万,万キロメートル。当時、麻吹クラ町にあった東京天文台、現 国立天文台では、平山新と戸田光純が 20CMF イコール 1203mm、8.7CMF イコール 254mm、3.2CMF イコール7 8トルの3台のカメラを使用し、4月20日から6月7日までに44枚を撮影した。また満州日々新聞の協力を得て、春に晴天が続く関東州大連市、現、 中華人民共和国領年賞大連市郊外に観測小屋を建て、メ乙女清房とホワシ通直が、遠征、15cm 屈折赤道儀 20cm f イコール 882mm、7.8cm f イコール 245mm、3.9cm f イコール 144mm の3台のカメラを動かして5月6日から6月11日までに90枚を、 撮影した。日本のアマチュアは観測方法が分からず高度観測などはほとんど行われなかったが、井上四郎が10センチメートル屈折望遠鏡でスケッチを残している。今回の接近では軌道の関係上、ハレー彗星の核は地球と太陽の間に入り、地球上から太陽面通過を観測できる状態となっていた。しかし、 世界中の天文台が当時としては最新の機材を使って観測に立ったにもかかわらず結局確実に見たとの報告はなかった。現在の八の兵士に住む一人の天文愛好家前原虎吉1872年から1950年がハレー彗星の太陽面通過を鮮明に観測したとして大きくクローズアップされている。前原寅吉は 自作の黒色ガラスをつけた3台の天体望遠鏡を自宅の物干し台に取り付け、観測、発表した。5月19日、午後11時20分に至り西より、東に向き太陽面上段青色に変じたり。これ全くかく、ガス状になった水星の本体の経過せしものにて午後12時17分まで、見えたるも正方より白色状の状態に服したりとあり。 水星の通過によって、そのガスがフィルターとなり、太陽面が変色する様子をはっきり捉えている。虎吉の解挙について、満州日日新聞の記事は、列国の天文台が観測に失敗し入れるに一人、個人たる氏がこの大成果を、メドクたるは一人氏の名誉なるのみならず、日本学会の光栄たりというべしと絶賛している。太陽面を通過した際、 ハレー彗星の王の中を地球が通過することも天文学者により予言されていた。彗星の王には有毒のシアン化合物が含まれていることが知られていた。特にフランスの科学者、カミリー・フラマリオン、1842年から1925年、日本のメディアでの表記は、フレンマリオンの説が元となり、王に含まれる猛毒成分により、 地球上の生物はすべて窒息死するという噂が広まった。日本でのその日時は5月19日11時22分とされた。また、シアンドクセ説の他に地球上の空気が5分間ほどなくなるという噂が一部で広まった。自転車のチューブを買い占め、チューブ内の空気を吸って一時的な酸素枯渇に備える裕福なもの。 水を張った桶で池を止める訓練をする者、全財産を遊びに継ぎ込む者、世界滅亡を憂えて自殺する者などが現れたという。この天末は、九百四十九年、昭和二十四年、日本映画社制作の、空気のなくなる日という映画に描かれている。ドラえもん、ハリーの尻尾でも、ハレー彗星が接近した時、スネオの先祖がチューブを買い占める話や、ノビタのび太の祖父、 のび吉が、桶の水で息を止める訓練をする話が出ている。しかし、当時の新聞記事を見る限り、大規模な騒乱などが起きたわけではない。海外では、ローマ教皇庁が、食材券を発行したところ、希望者が殺到し、手に入れられなかった人が悲嘆にくれるあまり、自殺するという事件も起きている。中には、酸素ボンベを持ち出し地下に逃げ込んだ者もいた。 水星が持ち込むシアンの毒はこれで大丈夫と小麦粉を丸めただけの偽の薬を売って金儲けしようとした詐欺師がアメリカで摘発れたこともあった。またメキシコでは処女を生贄ににすれば助かると信じ込んだボートが女性を襲撃する事件も起きている。実際のハレー水星は5月19日に太陽面を通過したが水星のガスは非常に薄いため地球が 尾の中を通過しても、ハレー彗星のガスは、地球の熱い大気に阻まれて地表に到達することは、なく、地球及び生命体には、何の影響も与えなかった。太古より、ハレー彗星は不吉の前兆などと考えられてきたが、この時ほどの大きな騒ぎの記録はなく、結果的に、科学とメディアの発達が返って迷信によるパニックを煽ることとなった。なお、 1910年のハレー彗星を見たというものの中には実際にはハレー彗星とは別の1910年1月の彗星 C1910A1 イコール 1910I グレートジャニュアリーコメットの記憶と混同している例も少なくないこの彗星はハレー彗星の接近の約4ヶ月前に現れ最も明るい時にはハレー彗星より明るく 白昼でも見えた。太陽面を横切る様子が数多くの人々に目撃され、日本でも新聞に白昼王高校墓地里との漫画が掲載されている。1986年2月9日の接近は、有 C 以降のハレー彗星の出現の中で最も観測に不向きだった。1982年10月16日、ゼウィットラ8名により、 パロマー天文台 508CMF3.3 ヘール望遠鏡にて CCD で検出された。ヨーマンズが出した予報の近日点通過の誤差はマイナス0.36日であった。アマチュア天文家による最初の確実な観測は1985年8月12日で14から15、東急の暗く淡いイメージであった。九月にかけ少しずつ明るくなり、 10月には、増光も移動もそのスピードを増し、12月には、タイプ I の尾が撮影できるようになり、1986年1月には、夕方西空に長く細い尾岩子で確認できるようになった。近日点通過前の最終観測は1月28日に、なされた。近日点通過後は2月16日から再観測され、3月には、 この回帰中最も美しい姿になった。しかし過去の出現時のような高度に達せず、また都市化によって公害が広がっていたこと、最も地球に近づくことから、盛んに報道された4月には南に低く、北半球からほとんど見られなくなった時期であったことから、多くの一般の人々は水星を全く見ることができなかった。アマチュア天文家は水星を見ようと南半球へ移動し、 社会現象までになった。5月には未だ長いを見せつつも少しずつ暗くなり、6月には駒だけになり、日本では7月初めの観測がアマチュアが感冒できた最後になった。地球からの観測には不向きな接近だったものの、この76年間の人類の宇宙開発の進展により地表を離れて、さらには惑星間空間にまで進出しての観測技術が、 投入された初の接近となった。ハレー彗星のために、複数の国家、及び国際宇宙機関が、次々と探査機を送り出し、非公式に、ハレー艦隊、ハレーアーマーダと呼ばれる活躍を見せた。中でも最も華々しく成功したのは、ヨーロッパ宇宙機関、イーサのジオットで、ハレー彗星のコマに突入、核から5 9 6トルまで接近し、観測を行った。 この探査により、ハレー彗星の核が推定されていた通りの汚れた雪玉状の蘇生を持ち、また、核の形が氷炭型であることも分かった。他に、ソ連フランス合同のベガ1号ベガ2号や、日本の先駆け、彗星が打ち上げられた、この2機は、日本初の地球圏を離れた宇宙機でもある。アメリカは、太陽周回軌道にあった、アイス、 インターナショナルコマテリエクスプローラーとパイオニア7号でハレー彗星を観測した。アイスはもともとは異星マイナス3、インターナショナル3はアースクスプローラー3といい、太陽地球エルラグラン受点で太陽風を観測していたが、予定のミッションを完了した後で解明され、軌道を変更し、ジャコビニチンナー彗星とハレー彗星を観測した。 パイオニア7号はもともとパイオニア6号から9号で4機編隊を組み、太陽周回軌道を網羅して惑星間環境を観測する探査機であったが、7号の軌道は運よく、ハレー彗星2230万 km まで接近するものであ、水星微部の観測を行った。さらに、STS-51L 及び、 STS-61E の2回のスペースシャトルミッションで低軌道からハレー彗星を観測する計画があった。61E ミッションでは1986年3月にスペースシャトルコロンビアを打ち上げ観測装置やストロ -1 でハレー彗星を観測する予定だった。しかし1986年1月28日にスペースシャトルチャレンジャーが51。 L ミッションの打ち上げで爆発事故を起こしたため、すべての計画は中止になった。アストロ -1 は1990年12月の STS-35 ミッションでようやく打ち上げられ、ハレー彗星には間に合わなかった。ソ連の宇宙ステーションサリュート7号は、1986年のハレー彗星接近時には無人だった。サリュートの光景となるミールは、 この接近期間中の1986年2月に打ち上げられたが、まだ乗組員は滞在していなかった。今後の出現予定、及び接近の日は以下の通りである。ハレー彗星の回帰、接近に伴って起きた社会現象について、ここでは日本において現れた商品などについてまとめる。1986年の地球接近後も、 ハレー彗星の観測は続けられた。1991年2月には、ハレー彗星が突然高度を増したことが観測されている。この増光の原因は不明であるが、以下のようないくつかの説が考えられた。その後、ヨーロッパ南天天文台、エソが1994年と2003年3月に、ハレー彗星の姿を観測しているため、 核本体が失われるような衝突や崩壊は起こっていないと推定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。